こんにちは、ダイスです。皆さん、現在行われている星7の最強メガニウムレイド回ってますでしょうか？期間がもうすぐ終わってしまいます。4月15日月曜日の8時59分までですので、まだ入手ができてないよという方は最強メガニウムのイベントレイドをやってみてください。期間中に更新をしてメガニウムレイドを出しておけば、その後オフラインでソロだったら継続可能になってます。まあ、秘伝スパイスもいっぱい落ちるイベントレイドになっているので、次のイベントまで残しておくっていう方もね、多いんじゃないかなと思います。ということで、今回はですね、普段いただいている視聴者の皆さんからのコメントで、最強メガニウムのイベントレイドソロ攻略におすすめなポケモン5体教えていただいた子たちをご紹介していこうかなと思います。結構ですね、いろんなポケモンで回ってる方が印象としては多かったです。比較的いただいてるコメントの中で多いポケモンをピックアップした、プラス気になる子をね、ピックアップさせていただきました。いつもコメントありがとうございます。今回の最強メガネームに関して言うと、結構ですね、苦戦したよっていう方もいれば、サクッとできたっていう方も多い感じでした。まず1体目はシャンデラです。特性は隠れ特性のすり抜けです。すり抜けって隠れ特性になっているんですが、オーロラベールやリフレクター、光の壁を貫通して効果を受けないポケモンになってます。いただいたコメントを見ると、すり抜けゴーストテラスタイプのシャンデラで周回しているそうです。メガニウムとシャンデラは同速、同じ速度のポケモンなので、素早さに20努力値を振って、防御に252努力値を振って、残りをし特攻に振って、挑発解ける瞑想シャドーボールとか、あとね、調べてみたらクリアスモークを持たせて回してるっていう方も多かったです。結構ですね、2、3種類のシャンデラをコメントでは見かけました。続いてこのヨザルです。やっぱりね、根強い人気がありました。私が動画でご紹介したこのヨザルとほぼほぼ同じ感じで作ってる方も多いんですけど、結構ね、違う感じの技で組んでる方が多いなっていう印象でした。メガニウムにこのヨザルで食べ残しを持たせた状態で、挑発ビルドアップが2回で、挑発ビルドアップ1回してから憤怒の拳っていう感じの連打で勝ちましたっていう方多かったです。なんかですね、私気合溜め入れてたんですけど、なしのパターンっていう方もね、結構いらっしゃいました。で、多かった努力値振りは、私が動画でご紹介した子たちと同じ感じの方が多いなっていう印象でした。続いて北上の暴れ者モモワロウで攻略したっていう方です。結構ね、いらっしゃいました。モモワロウで最強リード攻略って私やったことなくて、今までもあんまり聞いたことなかったので、もしかしたら今回のメガニウムレイドで最強リード初参戦になったのかもしれないです。いただいたコメント見ると、防御が非常に高いんですよね。モモワロウって個体値が防御不利なんですよ。なのでそれを使ってテラスタイプをゴーストテラスで、努力値は防御と特攻に252振って、残り HP4 振ってっていうことですね。で、持ち物に貝殻の鈴を持たせて、技をシャドーボール、アシッドボム、悪巧み、最後は丸くなるを入れて防御を上げて挑んだそうです。丸くなるのところ自己再生っていう方もいらっしゃったんですよ。なので、まあ、シャドーボールがね、強い技だったなので、モモワロウの高い防御で受けつつ、悪巧みをして特攻を上げ、シャドーボールを打って、まあ、ガリガリ削っていくっていうパターンですね。もしかしたら今後の最強レイドでもモモワロウを使うっていう方だったり、使えるパターンが多いかもしれないですよね。覚えておこうと思います。続いて翡翠ゾロワーク。翡翠ゾロワークはダウンロードコンテンツゼロの秘宝のタイミングでもらった子がいたので、結構ですね、育成して育ててる子多いよっていう方もね、いると思うんですけど、最強レイドで私使ったことなかったんですよね。で、今回に関しては確かにゴーストテラスとかアクテラスで挑む方が多いので、ありだよなって思いました。いろいろやってみた方らしいんですけど、翡翠ゾロワークで挑発、悪巧み、恨みつらみ、この3つの技で構成するのが一番安定したそうです。恨みつらみって確定で 100% 攻撃を下げる効果があるんですよね。で、それも使いながらやってるっていう方が多かったです。で、3つの技プラスでシャドーボールを入れてるよっていう方だったりとか、他の技を持たせてそっちも使ってるっていう方も多くて、
結構ね驚きました。続いてこれも多かったですね。カラマネロで私が遊んだ時の肩と全然違うんですけど、まあ、ほぼ一緒といえば一緒なんですが、持ち物にでかい金の玉を持たせたカラマネロ、これね使ってる方多かったです。まあ、とりあえずでかい金の玉は私今手元にないので、まあ、作れない子なんですけど、やり方もね詳しく教えてくださいました。カラマネロは、HP に6で攻撃とあと素早さに252を振って準備をして、プラス持ち物をでかい金の玉を持たせておくそうです。で特性は天の弱ですね。天の弱の特性って能力値が上がる技をすると逆に下がって、下がる技をすると逆に能力値が上がるっていう特性のものなんですが、初手で天の弱のカラマネロにスキルスワップをしてもらって相手と特性を交換します。そうすると呪いが入って向こうで本当は上がるんですけど、天の弱になっちゃってるから下がるみたいな感じで能力値を下げつつ、その後はバカ力で瀕死になるまで1回やって、天の弱のカラマネロはもうあのスキルスワップで変わっちゃってるんですけど、1回倒れて戻ってくれば特性が元に戻るので天の弱にまた変えられるんですよね。でそこでバカ力をすることで攻撃と防御を6段階アップできると、1段階ずつアップだったかな確か。でバカ力を打つと全上げができるので、全上げしてからイケイケどんどんをかけ、で最後テラスタルした後投げつけてでかい金の玉を相手に投げつけると、でその後しっぺひっぺがしっていう技も覚えるんですけど、それはね連打していくっていう形らしいです。めちゃくちゃ面白いですよね。個人的には今回の最強メガニウムレイド、歴代の最強レイドで一番めんどくさいなって思ったんですけど、結構ですねコメントいただいてる方たちはそんなことないよっていう感じなので、個人的には驚きました。まあ、次回のですね最強レイド何が来るかなって予想をね今後立ててまたね動画でお話ししようかなと思っているので、よかったらですね次回の最強レイドこのポケモンが来るんじゃないかっていうものがある方は、そのポケモンの名前をこの動画のコメントで教えてください。結構ですねいろいろ考察している方が多くて楽しいです。まだ来てない御三家多いですもんね。まあ、個人的には早くジャローダって思ってます。はい、ということで今回は今回の最強レイドで視聴者さんが使っていて私の動画でコメントが多かったポケモン5体をご紹介してみました。まだですねイベント自体を更新かけないで遊ぶよっていう方も多いと思うので、よかったらですねたまに違うポケモン使ってみたいなっていう時に参考にしていただければなと思います。私もですね何体か作って残りのね次のイベントまでの間にいろいろと貯めようかなと思います。あとはハピナスレイドもですねあんまり今回回ってないのでそちらも回っておこうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。See you!